まあ、どんな動きが違うかとかどんな速さになるかとか皆さん一緒に見ていきたいと思います。うん、はい、うん、では第2世代のプロセッサーさん準備 OK ですか。うーん、はい、 OK、 なんかおかしいな。そして第7世代のプロセッサーさん準備 OK ですか。インテル、はい、インテル OK です。それでは演奏したい曲はキュンキュンのエストレジャーです。それではミュージックスタート。はい、皆さんにとって右側の方が第2世代のインテルさんのプロセッサー、そして左側が第7世代の最新のプロセッサーになっております。このようにですね、第7世代の方は音にぴったり、動きもスムーズ、表情もなだらかに比べて、見てください、皆さん、右側の第2世代のプロセッサーのキュンキュン、音も合ってないですし、まだ歌にも入ってません。もうそろそろ歌声が聞こえるとこかなと思うんですけど、第7世代の方の声聞いてください。はい、音に合ってます。それでは、第2世代のキュンキュンのプロセッサー聞いてみましょう。音も途切れ途切れです。はい、ありがとうございます。はい、皆さんもお分かりいただけましたよね。この第2世代、第7世代、約5年の差。もう第2世代は音が遅いし、なだらなんか動きがちょっとぎこちないに比べて、最新の第7世代のインテルさんのプロセッサー、まあ、今も返答が早いですよ。はい、シャキンシャキンシャキンってね。なあ、そうなんですよ。まあ、頭もよろしいです。はい、頭もよし、よろしいです。いいです。でですね、この5年間の差、約 1.8 倍第7世代が早いと言われてるんですよ。はーい、すいません、ありがとうございます。はい、皆さんもそのインテルさんのプロセッサーの第2世代、第2世代、第3世代と第7世代の世代は分かったと思うんですけど、実際どうやって見たらいいのって思う方いらっしゃると思います。そんな方は大丈夫です。パソコンにですね、どこかにこのラベルのシールが貼ってあります。実際私の家のパソコンも見てみたところ、ここは i5 の第5世代が入ってました。おお、第5世代後輩やね。なるんですけど、で動きはスムーズなんですけど、インテルさんのプロセッサーどんどん進化していってるので、私も買い替え時期を見ながらちょっと使っていこうかなと思います。うん、本日今日いらっしゃってる方に、ご自宅にパソコンあるよとかノートパソコン持ってるよって方いらっしゃいますか。パソコン持ってるよ、いらっしゃる、いらっしゃいますね。結構ね、今多いですもんね。はい、皆さんの持ってるパソコンに、どのインテルさんのプロセッサーが入ってるかチェックしてみてください。さらにですね、もう持ってないよって方も、本日店頭の方に最新のプロセッサーが搭載されたパソコンが展示されてます。実際にこう触ってみるのもいいですし、どんなのが、どんなシールがあるのかなって直接見てもらっても大丈夫です。そして中には 5,6 年前のパソコン使ってるから、自分のパソコンとどんな動きが違うんだろうっていうのをよく見ていただいて、自分家のパソコンちょっと動き遅いなとか鈍いなとか思った、そこのあなた、今日があなた、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 今日が買い替え時です。ぜひ新生活に新しいパソコンを取り入れてってください。以上、キュンキュンインテルプロセッサー実況講座でした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかちょっと遅いのね、そっち遅い、そろそろちょっとイベントに支障が出てくるから、ちょっと外してもらおうかな。そう、やっと喋れる。みんなわかるよ。わかるよ。後ほどみんな体験コーナーしてみよう。全然。後で体験コーナーして。全然受け付けてます。はい。いや、私はちょっと頭いい方がいいからこのままでいい。そうですね。このまま。そうね。今の方がいつもよかった。可愛い。キレがある。いつもより可愛い。よかったよかった。じゃあこれで2人はこれでいきます。最後まで。キレキレ。はい。キレキレでね。キレキレで。もういっぱい喋れる。本当にそのままで。やりづらいな。失礼しますね。失礼しました。まあ、ということで、はい、インテルについてね、私たちメンバーで紹介させていただいたんですけども、伝わりましたかね。どうですか、インテルさんについて。伝わってたらね、すごく嬉しいです。はい。
というのはですね、はい、